タカノハ肌イは、鈴木カノハ肌イ川に所属する魚類の一種。南日本の沿岸で普通に観察される、海水魚である。タカノハ肌イは、日本の暴走半島以南、東シナ海、黄海にかけて分布する。温帯、亜熱帯域の岩礁や藻場など、比較的浅い海に生息し、沿岸漁業で漁獲されることがある。体型は、やや歪木側平たした、大型で、 最大で体長45センチメートルほどに成長する。体側には茶褐色の横縞が9本、やや斜めに走行する。ヒレは高褐色で、おヒレに多数の白い斑点が持つことが特徴。背びれは一つで16から18本の棘状と30から34本の軟状で構成される。鷹の肌は白身魚であるが、晩春から秋口にかけては、 臭みのあるものが多く、食用とされることは少ない。しかし、適切に処理をした臭みのないものは、非常に美味である。静岡県の伊豆半島やお前崎付近、紀伊半島の沿岸域では、鮮魚店に並ぶことがあるものの、市場に出ることは、あまりない。味は淡白で煮付けにして用いられたカッパの相性を持つ一方、サメやウツボなどと同様の臭みがある。 ありがとうございます。